はい、じゃあですね、き、え、ょ、ー、は、あの、弁理士の入門講座のガイダンスですね、えーまあ今日のテーマはこれでございますけど、えー、伝統の三、えー、回転学習が握る短期合格の鍵ということで、あの宮口聡レック専任講師がお送りいたします。どうも、はいえー、まずね あ皆さんね、ちゃんとあのマスクしてるんですが、まあ、俺も今、マスクしてますけどねあの、ズームとかの人がね、何喋ってるかわからないと思うんで、ちょっとマスク取らせてもらいます。で、あの3回接種してますし、体温は35.8度とちゃんと測ってるし、新宿・歌舞伎町に遊びも全く2年間行っておりませんしね、健全な生活を送っております、冠婚葬祭も全部断ってます、おかげで冷たいやつだと言われてます。ね すすべては皆さんのためですねちょっとマスク取るわねこれね縁起物でしょほら見えるこれ合格マスクねイーロン・マスクじゃありませんね合格マスクですねほらちゃんとね縁起物でしょええー こ,これがねなんかマクドナルドに見えるのか先生それマックでもらったんですかと言われるんですけど全然関係ありません全く無関係です <laughs> 何,何,何からしゃべろうかというねえー、っとねどうしようかなあんまりね難しいこと言ってもしょうがないんでねまずは私はあの1999年の便利試験に受かった平成11年ねあだからあれだよレックの講師 2000年の4月からね教団に立ってんだけどもう22年、うん、22年だから23年だねいや早いねそれだけ年食ってるってことやね <laughs> で,であ,のあとはねんだろうああ実務ももちろんあって最初はね企業内の便利ちゃったんだけどまあその後あの独立したって感じ、うん、で今あのここの4回上の事務所なんかとねあのコラボしていろいろ。 あのイベントやったりしてますけど、まあ、最近コロナだからねあんまりその講演会といってもねあとは、まあ、趣味は何だろうね <laughs> 趣味趣味あんまりないんだけど、まあ、車とかプロレスとかね格闘技とかね、まあ、そんな感じですが格闘技師てやる方じゃないよあの見る方ね、えー、やりはしませんねあの危ないしね もうあの年食ってきたから怪我するだろうしねはいはいまあそんなところですわえー、あとあのそうねアーティストとか誰が好きかな長渕のファンですかね長渕の大ファンですでも最近ね、まあ、ちょっとあの長渕のファンやってるの疲れるんですよ応援とかね結構ハード体力がしそうなんで最近はねカラフィナっていうののファンですね あの女性3人組ユニットのねでもね解散しちゃったんですよ、えー、だからまあそれぞれを応援してるって感じですかね <laughs> 今ソロ活動でやってるからはいまあそんなとまあ俺の紹介はね、えー、で真面目に勉強の話でもしようかはいちょっとこれねあのこういうレジュメもあるんでほら宮口クラス驚異的なあの合格率ねもうねあのー、ちょっと見ましょうか。 ね、これの驚異的な合格率の、ねえー、っと何ページほら決断力ってあるじゃん決断力ってあるよねその一方手前のページ見てください、ね、グラフがあ,のあると思うんですが3つぐらいあるでしょ R1、R2、はい、R3 全部うちのクラスがもう取ってますいあのこれ業界的にあああるやろあのあの棒グラフがね 3年連続、もうあのはっきり言って枠に収まらんから3つしかグラフ持ってませんが、もう5年以上連続ぐらいですよ。ええー、ねだからやっぱりあの一発というかあの、再受講の方もいらっしゃるからね、まあ、一発じゃない人もいるでしょう、とにかく短期で受かりたければ、うちのクラスでやってくださいであの、10年ぐらいかかってもいいんだったらね、あの他のクラスでも構いませんよ。 <laughs> であの短期で受かれたっらやっぱりうちのクラスよのんびりねまあ10年ぐらいでいいかなとそれは別に俺のクラスはなくてもあの大丈夫だと思います、はい <laughs> えー、のんびりゆっくりやりたいんだったらねやっぱりもう時間がないんだと皆さん人生ねもう1年でも2年でも早く受かりたいんだとそういう人に来てもらいたいねああの私はそういうねそういう人たちを応援したい。 何あこれポスターに載ってるけどさほらあの女性が2人いてさ右側の人中卒なんだよ。ね、で彼女もねやっぱあの今で中卒へ来てさ人生やっぱり審査をなめてきたらねちょっともうあがないんですともう1回でできることなら受かりたいんですとで業界でなんか宮口先生が一番そのあの、ね、一発合格を輩出してるんで。 もう先生のクラスに行きたいんですけどなんせ私中卒なんですけど1回で受かりますかって言うからねお「受かるよ」っつって「ただし俺の言うこと聞いてよね」っつって「俺の言うことを聞くか聞かないかなんだよと」と要は、うん、信じれるか信じれないかなんだよと信じますとこれは一発受かるとねそうだから信じてくれれば受かりますよ私も皆さんに対してねよかれと思って教えてんだな、ね、ああやってこうやってそうやれば 一回で受かるよというロジックがもう構築されちゃってるんですよ。ええ。だからそれに従っていただくだけなんです。だから反発すれば受かりません。俺に反発すれば受かりません。従ってくれれば受かります。ええ。<laughs> だから一回で受からないってことは反発してるってことです、俺に。<laughs> で、<laughs> 従ってよ。うん。そう、中卒の人にも受かるしね。あとあのー、これ一発じゃないんだけど、77歳の人がいてね。 うん、やっぱりほら周りからやめとけとねもう悠々自適な人生を送ればいいじゃねえかとねでもなんかこのまま人生終わりたくないという人がいたんですよ、ね、70過ぎてから俺のところに来ましたこうやってでみんなやめとけとねあのー、で他の弁理士の先生も「もういいんじゃないのだって受かっても実務できないでしょう」とねで俺のところに来たんですよでみんなそう言うんですけど宮口先生どう思いますかって聞くからうんもう分かるよと何が分かるかっていうと当然ね その70過ぎてあの受かっても、ね、実務でどうのこうのっていう話ではないっていうことでもう来てるんでしょうともう要するに人生としてのこの集大成を図りたいから来てるんでしょうと分かりました私がお手伝いしましょうとしもうね泣いて感動してくれてますよああ宮城先生だけですよそう言ってくれたのはもう周りは分かってくれないそんなの分かってんだと実務70過ぎてねもうあのー、ね実務もできないですよでも俺は分かってる。 人生の集大成なんだとこれは。ね、よし私が花を添えてあげましょうとあの。その代わり信じてくださいよと。脇目も振らずに私についてください。必ずや受からせてみせます。ええ。あの正直誤回かかりました。ええ。一発は無理です。ね。で、ちなみに言うと口実試験も落ちました。で、なんで落ちたかというと理由は簡単です。耳が遠いから。もう70、後,後期高齢者ですよ。だから、1回落ちてね。 まあ、あの俺のところで相談したんですよ、もうなんかね、公実試験受からないような気がしますと、もう私も耳が遠くて、試験員もね、ボソボソって言うし、もうこれはどうしようもないです、諦めるなと、じゃあ来年ね、試験受けるときに、私はもう後期高齢者で耳がよく聞こえません、大変申し訳ないんですが、大きな声で質問お願いしますって言ってくださいと、先生、分かりました、ね、来年そうしますで、本当にそうやって言ったらしいんですよ。 本当に大きい声で質問してくれたらしいですわ見事合格を勝ち取りましたねえどうですかもう皆さんねだから私はねネバーギブアップの精神でもってね皆さんをねあの合格に持っていきたい、えー、と今度はねこれ見てくれるこのほら B5 サイズのこれのさちょっとページ数回転なんで後ろの方にね令和元年便利試験の結果っていうのが載ってるからこれ見てくれるはいこれです 見てください、皆さん、令和元年え便利試験の結果についての、あの、ほら、76、7歳、76歳、どれだっけ、合格者がいるはずよ、どこだっけ、ああ、これ、最年長合格76歳、この人です、ええー、ちなみに最年少合格20歳、これも私のクラス、すごいでしょ、二冠王ですよ、ええー。 そうなんです。だ、最年少と最年長ね両方私のクラスから出したとあのちなみに最年少のは一発合格ですで今大学院の2年ですねそんな感じどうですかねうん、うん、であのまあ伝統的なねその三回転の講義まあレックはみんなそうしますどの先生もねだから まあ私のクラスが他のレックの先生方と何が違うんだっていうところを言っおきますわ。ね、あのまずね、えー、まず実績ですよね。もう実績はあの正々堂々ともうあの何年も連続で5年以上連続ぐらいで、えー、業界で一番一発合格者を出しています、ねで。もちろん一発じゃない人たちも大勢出してるんだけど客観的なデータが出せないんですよ。なぜか分かります 2回以上合格というのはね例えば1年目俺のクラス受けました2回目なんか独学でやりましたとかなんか他の予備校に行きましたとかね逆に1年目他の予備校にいたんだけど2年目から俺のクラスに来ましたとかねもう混沌としてるんですよ、ええ、ああだからデータとして信憑性がないんですね、うん、だからやっぱりあの一発合格があの信憑性がありますんでもうこれが一番信頼できるデータです。うん、あとはねあの そうだね、まあ、あとはあの合格率はないんだけどもうちょっと手前の、ねえー、っとほら第4部、えー「宮口クラスを選んだ理由統計的考察から」ってありますけど、ね、あの申し込み者数とか、ね、そういうのを見ててももう全部1位ですよ。うん、棒グラフとか、ね、もうずっと通信も通学もねこれはやはり何気にですね。 やっぱりその私が実績を出した結果としてですね、その先輩方が口コミでね後輩たちに教えていただいてるんじゃないかと。皆さんどうですか。違います。皆さんはの独自に判断した。どうです。ちなみに。あ、ほう。あのあれか。あの、あ,あ、<laughs> ありがとうございます。ええ、ああ、それで、ね。おあ、ありがとうございます。そうかそうか。ね、やっぱり。 あの中央経済社さんがね、あのー、ほら、業界でね、なんか一発合格者が、なんかダントツで先生のと多いみたいですね、ぜひノウハウ書いてくださいと、そういうことですわ、ありがとうございます、もしあれだったらね、あのサインでもしてあげますよ、<laughs> 最近、サインの練習してない方、へ手くそかもしれませんけどね、<laughs> どうですか、こちらの方は、どうやって俺のガイダンスっていうか、俺の、なんか知りました、適当に来ました、適当。 ああ、そうですか。どんなやつかなと思って。あえああ、ちょうどよかったから。ねこれもね、一号一 a ですよ、皆さん。ねやっぱりこれもね、何かの縁なんですよ。ねやっぱり私はね、これまでね、縁っていうものをすごく大事にしてるんですよ。あの、ちょっとね、全然関係ない話かもしれませんが、私はね、やっぱりこう、縁,縁を感じていろいろね、 あの人生のターニングポイントが訪れたなというのがあるんです例えばね大学時代にあの私ほら九州出身なんだけどね大学は東京でしたよであの、えっと、日吉っていうところに下宿しとったんだけどあの、まあ、下宿屋を探すわけですよねあの盛況とか行ってであここ安くていいなと思って、まあ、住んだところがね あの大家さんがなんか立派なお家に住んでるんですよ。下宿はボロ,ボロかったけどね、まあ、6, 6人ぐらいで1つの,なんかあの、えー、と2階建ての、ねえー、和風の家でしたけど共同ですね風呂1つで56人で住んでるみたいなねで大家さんの家がすげえ立派なんですよでねなんかあのベンツがね4台ぐらいありましたよね <laughs> なんだ何やってる人かなと思ってねあ,のあれかなと。 裏影 <laughs> でいやすごいなとでな何やってるんだろうお城みたいな家に住んでるなと思ってそれでねあ,のある時なんかあのなんかダイレクトメールが来ててねなんかお大家さんと同じ名前だったんですよそれ珍しいですね大家さんと同じ名前のダイレクトメール来ますよねっつって言ったらねあそれ私だよとえっ <laughs> <laughs> それが変で私そこの,あの大家さんの社長がやってる会社に就職したんです。 で,で8年ぐらいいましたよね。うん、それでねそ,、まあ、そこに勤めてていろいろあったんだけどあの話を発しておりますとねある時あのその会社にいた時にあの実用新案件の侵害訴訟で訴えられたんですよあの被告がですね。それでさ俺ちょうどその訴えられたタイミングでこれも運のつきですね便利試験に受かったんですよその年に。 ちょうどその訴訟が訴えられるかあの訴えられるか訴えられないかの瀬戸際の時に受かったんですよ。そしてね、その社長が言うんですよ、なんかね、うちあの関西の某企業から訴えられたんだけどね、その弁護士がね、ど,のどいつもこいつもっていう、あのそういう失礼な言い方をしてな、ね、い、どの弁護士もね、なんかもう勝て,そうこれ勝てないから、もう若い人がいい,い,いですよって言うんだよねって,って、そんなね、弱腰のね、みんな弱腰なんだよと。 宮口一つ頼むぜつって言うわけよ。はぁ、あ、と思いましたね。俺受かったばっかりで実務経験ほとんどないわけですよ。そういうふうにさ、おう、宮口ちょっと頼むわつってね。<laughs> ええ。もう任したぞって言われたんですよ。ええと思いましよね。で、もちろん俺だけで勝てるわけねえじゃん。ね。で、便利してね、弁護士とタッグを組むわけですけど、その時に俺あの、あの、便利試験に受かってさ、あの、登録もしてね。 まあ企業内弁理しちゃっったたんんでですすよよいいろいろ講演会とか行ってたんですよやっぱりこう実務の向上を図るためにでその時にもう実名上げてもいいでしょ別にあのちゃんとしたね立派な先生だから鮫島正弘先生っていうねもう業界では有名な先生ですね知ってます鮫島正弘先生あ,あ知ってる知ってるね下町ロケットのモデルになった先生ですよねでやっぱね講演会行ったけどうまいんですよ話がね でやっぱり、ね、俺も自然に惹かれて、ね、この人、いわとうんわともちろん面白いだけなくてあの造形も深いんだけど知的財産の分野に、ねなんかね、面白いですよねなんか俺がインパクトがあったのはねにさあの俺もしゃべってるけどここにねなんか普通あの、講演者に対して水が置いてありますよね誰もレックの場合誰も置いてくれないんだよ俺に、ね、それで 自分で用意してるんですよこれ自分で用意するしかないんだけどで鮫島先生の時もねなんか水がここに置いてあったんですよそしたらなんかさけげんそうな顔して「あれ俺の場合はね水じゃないんだよ」と「ビールを用意してもらわないと困るんだけど」って言うんだっけど何この人みたいないきなり面白いこと言うなと思ってねでそれでもその鮫島先生の大ファンになってですね それでちょっともう一緒に仕事しませんかみたいにあの講演が終わった後ねいきなり鮫島先生もびっくりしたらねいきなりな何を言い出すみたいなそれで言ったんですよ事情をねであのなんかどの弁護士に説明してもね99%負けるからもう和解した方がいいとか言うんですよどう思いますっつったらね普通の弁護士だったらそうかそれ和解した方がいいんじゃねえのって言いそうでしょ鮫島先生違ったんですよ目を輝かしてですね そういう仕事を待ってたんですよというわけよ。<laughs> で私はねそういうもう,もう負けそうなやつをひっくり返すことにもう使命感を感じてるんですよと。もうぜひやらしてくださいと。なんと頼もしい先生なんだと。で,でタッグを組んでやったんですよ。で話を発しておりますけどね5年かかって本当に勝ちました。これ嘘じゃないですよ。先生話持ってませんか嘘です。あ嘘じゃない。本当です <laughs> あの 平成11年に訴えられて、平成16年に勝訴判決。ね、あの、うそ、適当に言ってない証拠に事件名まで言いますよ。ガードアーム事件、大阪地判、平成16年、7月8日判決です。ちゃんと載ってますよ。ええー、見事に勝ちました。で、当然ね、原告さんね、あの、たぶ勝ち戦で臨んできてたんで、当然控訴すると思ったんですよ。そしたらね、テクニカルノックアウトですわ。TKO です。 白旗が出ました、まあ、白旗持ってきてませんけど要するに控訴しなかったんですよ。もうやっぱり下町ロケットの大先生じゃ勝ち目がないと思ったんじゃないですか。ああやっぱりすごいなと決して諦めない俺にこういう命令しましたからちょっと宮口先生全国津々浦々引は北海道南は沖縄で間接侵害の事案だったんですよちょっと専門用語でね。 で間接侵害を打ち崩すためには、のみの要件を打ち崩す。つまり、他の用途が存在することは必要なんですよ。で、三山先生も俺、俺にね、こういう命令を出したからね。全国津々浦々、他の用途を打ち崩すための、あ、のみの要件を打ち崩すための。他の用途の使用実績を、全部しらみつぶしに調べてくれてるわけよ。いやー、無茶ぶりだなと思い、思いましたが。まあ、やっぱり、あの、たぶそれを信じてやればね。 あの勝ててるんんだろうと思って俺調べたんですよそしたらねなんと三重県の方にあったんですその他の用途がでその他の用途を使ってるね一般ご家庭にお邪魔してあの建築材料ね、まあ、要するにあのドアに錠前がついてるでしょ皆さんのマンションにも多分ついてると思うよこうほらよくあの宅配の人とか来た時にドア開けるじゃないですかでまあまあ,あの大抵はま,じまともな人なんだよたまにねあの。 宅配と見せかけて実は強盗だったりとかねそしたら閉めないかんですよすよぐだから一定一定の距離以上開かないようにするためのドアガードとかガードアームって言うんだけどねまあそういうのがついてるでしょ鎖のだったり、うん、あれの特許だったんですよあ実用紙案だったんですねええー、でそれがその打ち崩すためのあのなんかねそういう種類のものがついてたんですよでそこにあのお邪魔してですねその その玄関くださいと言うわけよゃあびっくりするわね何を言い出すの <laughs> この人たちはみたいなその代わりあのどこのメーカーのどの高級バージョンでもいいですからあの注文しいいですって言ったんですよゃあまあせいぜいね5万円ぐらいの玄関ですよ、ね、取り外したのはその後ほらあの超高級なね300万円ぐらいの玄関に買いましたよその人 <laughs> でまあでもいいんですよ訴訟で何億で勝ちましたらねああ そういう思いい思出がありますで買ったんでですよで私もほら買ったもんだからね社長も大喜びで「よし宮口なんかあの願い事を叶えてやるよなんか言ってみろ」というわけですよで俺なんて言ったと思うえっ、ー、とね俺会社辞めたかったんですよつれ、ね、普通だったら「何を言い出すんだこいつは」って言うでしょ「あのそうか分かった願いを叶えてやろうじゃあいいぞやめて」っつってで,でしかもあの実績を出してくれたからうちの仕事をくれてやるっていうわけよ いいことづくめですよねでいまだにちゃんと関係良好な関係を築いてますよ、えー、そんな感じねでその後今度はよあのここの4回目に事務所があるわけですよねそこであの俺さあのなんかねえー、なんかドバイに出願してくれっていうお客さんが来たわけ俺のところにで俺もさドバイに出願するっつってもやったことねえし わかんねえなと思ったわけ <laughs>、ね、そもそもドバイって何の国だっけ <laughs> みたいなところからね、えー、そういえばなんか高須クリニックの CM でドバイの上をヘリコプターで郷ひろみと高須クリニックの院長がなんかね <laughs> イエス、高須クリニックと言ってたよなとあれがドバイだよなみたいなねそのぐらいの知識しかないわけですよ <laughs> でも俺ちょっと出願できねえなとそうだ ここの4階上に、ね、巨大特許事務所があったなと思って聞きに行ったんですよ。そしたら社長,社長,じゃない所長が時期に,時期に、ね、出てきて、ね、笑って、ね、宮上先生、いいお客さんいますねドバイに出願してくれてどういうことか分かりますかっていうわけをうーんって言ったらね羽振りがいいということですよって <laughs> <laughs> そうかとでは、宮上先生できないんだったらぜひうちの方にご紹介いただければうちの方で遂行いたしますがっていねいや俺も願ったりかなったりですよ。ね、うん それで逆にねあの上の事務所もね逆にほらあの一元さんのお客さんもいるわけですよ一元さんってわかる一回ぽっきりで終わりみたいなお客さんもいるわけよそういうところはねあの大手事務所としてはあまり好ましいお客さんではないですねやっぱりほら継続的に大口であのやっぱりこう頼んでくれるようなあの顧客じゃないとそもそも事務所も維持できませんからね逆にその一元さんどうですか宮口先生あの あのお引き受けいただけませんかとああ私は全然そういうの,あの関係なく引き受けさせていけなですそれでお互いにウィンウィンの関係でねやっておるという感じですよ、ね、これも出会いでしょほらつまり一期一会大事にしてください皆さん、ね、あれっくとの出会いも一期一会ですよえー、あのレックに通ったんですよ俺受験時代ねうん受かる最後の年でなんとね俺ね あのレックの受験生の中で総合1位を取ったんですよ、受かる一歩前の年ね、その時にあにレックの、ね、責任者の人から、あの宮口君、ぜひそんな優秀な成績をね、取ってるんだよな、ぜひ教鞭を取っていただけないかってうわけよ、それもええんだよね、それでここであの、ね、教壇に立って、はや23年だよ、ね、何事もええんだよ、わかるちゅうことやね。 っていう話ばっかりしてるんだけど、えー、と今日のテーマは何だっけあ ?3 回転学習ねあのレックの3回転学習って何かというとねあの要はあの担当論文あ入門論文担当という、えー、さっき説明があったと思うけど今度はこれ見てくれるスケジュール冊子ねであの要するにね同じことを3回繰り返すっていうことなんですよ。で私の得意な傾向学習法で えー、そこは教えていきたいなとこのように思っておりますがええー、はいじゃあまずねええー入,ね、入門講座ねこれがあのほら入門講座ねで皆さんど,どれ行こうかあ,あ別にあのほら23日やからね別にこの A コースでもいいと思うよ俺うんほらだって全体構造なんてさもう浅く広くだから 例えば今日申し込んで今日聞くこともできるしね。で、来週出ればいいじゃん。ね、早速出ようよ。うん。もちろんほら、あの、何これ、5月制っていうのもあるけど、ね、昨日あの真ん中のコースが始まったんだけど、あの一番右ね、5月29日やけど、これ遅すぎるわ。ね。うん。もちろん担当終わってからね、全然こう、あの、歯がたたんかったような人向けのコースなんですよ、これ。担当試験の後でしょ、これ。皆さんもうせっかく今ね、 あのガイダンス出たんだからもうこれ一番左のコースでいきましょうよ。ねうん。あの1回目は自分でほら聞いてねウェブとか DVD で。はい。これは入門です。はい。じゃあ今度はねオレンジ色の蛍光ペンで塗りますけどオランゲリオンで塗りますけどね。あ皆さんねあの私の蛍光ペンはねこれ適当に使ってるんじゃないですよ実は。ねこのあの宮口クラスの驚異的な合格についての考察というレジュメの。 あの蛍光ペンのルールがねちゃんと書いてるんですよ、ほら見てください、ねピンク、黄色、オレンジ、ピンク、黄色、緑、オレンジ、青、赤、紫ね、ねほらキ,キーレンジャーとかね俺、ゴレンジャーとかほら戦隊ものが好きだからねジャッカー電撃隊とか、ね、<laughs> で好きな歌ランキングのベスト3に入るんだよねジャッカー電撃隊のオープニングのテーマ。あのー なんかねジャッカー電撃隊のオープニングのテーマを聞くとね、俺、なんかすげえ元気が出るんですよ。だから元気がないときはね、聞くようにします。やっぱ子供の頃にさ、何回も聞いてたからね、うん、今聞いても遜色ないね。<laughs> 皆さんもちょっと聞いてみてくださいよ、ジャッカー電撃隊ね。えー、多分 YouTube とかだったら消えると思いますよ。はい、あ,のあれが歌ってます、あのほら宇宙戦艦ヤマトでおなじみの佐々木勲さんが歌ってますね。 えー、あの声で歌,えられ歌われた日にはねもうやっぱジーンときますよね。えー、そしてあのはい短期と、えー、これ黄色で塗りますわねやっぱね便利試験ってね担当がもうあの鍵を握りますっていうのはね担当って丸抜試験だしあの60分の39取ればいいんでなんや簡単や6割5分かよ余裕だわと思うでしょデータの上からすると。 ところがどっかいるんですよ。10人に1人ぐらいしか受からないんですよ。あのね、えっ、ー、とそれはこの B5 サイズのね、この三回転学習が物語るの一番後ろじゃねえな。えっ、ー、とね、11ページ。ほらこれ。11ページ。うん。OK。そういうのを、えー、一番右下見てくれ。ほらあのえっ、ー、と担当の合格率。はいこれここに書いてる。 ちょっとクローズアップします、はい、令和3年、担当の合格率ほら、11.3%ですよ、1人に1人でしょ、約ほら、で、だからね、担当ってバカにできないですよ、むしろ論文の方がね、合格率高いですよ、ほら、えっ、ー、とね、論文は25.1%でもね、ちょっとあるこ考察をすると、あることに気づくんですよ、ほら、ちょっと横並びで、なんかほとんど変わらなくないですか、ほら、24とか25とか。 ね、なんでやと思うこれ論文は偏差値換算にして合否を決めてるんですええだね例えばよ難しい問題が出たら当然悪い点数はねみんなだから悪い点数取ってるからみんな自分で落ちると思ってるんですよでも結局どんぐりの性比べだからちょっとでも抜きに出れば受かるんですよ逆に簡単な問題が出るとみんなあの自分では受かると思ってるんだよねでもみんないいからちょっとでも誤字脱字とかねアーティスティックインプレッションが悪いとか そういうういこととがあるともうすぐ落ちます去年ね去年の令和3年の商標法ってねめちゃくちゃ簡単だったんですよ論文それでねみんなあのほら担当だと自己採点というのは可能なんですよなぜかというと丸か×しかねえからその痕跡をメモってきてあとですり合わせをすればいいわねところが論文はねあのアナログ的な試験だから自分で受かってるか受かってないか全然わからないんですよ だからどうすればあのそれが分かるかっていうとみんな俺のところあの他の先生もいいんだけど先生どうですかね自分の答案ってこんな感じなんですけどって,言って自分の記憶を頼りに再現答案を書いて持ってきてくるんですよでそれを俺が採点するのねで商標がみんなできないんですよで変な話ですけどみんな合格点つけたんですよ俺ねそれ結局ねあの何十人もつけてからようやく分かったんだけどやべえと思ってね俺。 みんな合格点ですよ。ということはさみんな合格点だけど偏差値換算にするからやっぱりそのだからね。だから緊急連絡をしてですね「俺合格点つけたけど多分ね落ちると思うよ」っつって「あの何十人」ってつけたけど、ね、下の方に属するんだよだから悪いけどこれ落ちると思うわっつっから連絡しだしだまです。 俺が合格点つけた人でも落ちてますだから分かったでしょ簡単な問題が出たらより完成度の高い問題を書かないとダメなんですよ難しい問題が出た時はどんぐりの性比べでもいいんですよそれが論文の特徴で担当は絶対的な評価なんで見てくださいほらバラケットでしょ11とか18とかあの8とかね15とかバラケットでしょこれは絶対評価だから担当は39点以上が合格なんですよ もちろん科目別合格システムっちゅって4割を切るとあのトータルで39条以上いっててもね落ちるんですけどまあとにかく難しい簡単に関係なく39点以上なんですわああねはいでこれで終わったでしょ3回転ってそういうこと入門と論文と短期書をあのやるんだけど3回繰り返すとええー それでねあの皆さんほら、これ標準装備ね、うん、左標準装備、ええ、あの今、あのこのスケジュール冊子の、ええ、16ページを見てますけどね、標準装備です、はい、右がオプションです、ね、オプションなので、プラス5万ぐらいですか、これ、そ,そんなもん、プラス4、5万ぐらいだと思うんだけど、ね、あの車と一緒ですよ、車もさ、 なんかあの、ね、車へ行って新車を買おうとするとそうですねこれスポーツサスペンションつけると30万ぐらいになりますね, <laughs> ね、えー、オーディオのハーマンカードンとかつけると20万ですねとかね <laughs>、えー、ブルーメスタつけると35万ですかねとかね、うん、いろいろあるでしょう、はいまあ、そんな感じですわそれであの入門ナビゲートだから入門のほら 入門のオプションンと思えばいい、はい、ピンクで塗るよでここではね何をやるかっていうとねあのほら実際に、ね、令和4年度担当本試験を解いていきますからねだからあの何て言うのいち、えー、早く本試験に携われた人には向いてるよねああ敵を知ると便利試験どんな本試験なのかねまずはさっき言ったように担当に受かることが短期合格のまず通竜、えー、門になってくるからねはい。 で今度は論基礎あスケジュールは下の方にありますねはい入門ナビゲートはね大体土曜日になってるね月1のペースだから無理もないよほら無理ではないよほら月1のペースじゃないこれね約月1のペース土曜日土曜日ってことは入門が土曜日だから終わった後とってことだよねまあちょっときついけどねうんまあ皆さんもきついけど俺もきついけどまあ あのー、慣れてきますよ、ね、弁理士の仕事ってね結構長丁場ねデスクワークやから受験勉強を通じてね、まあ、10時間ぐらいぶっ通しでこのデスクワークできるような能力つけといてもいいよ。うん、あの俺の特技って何かというとよく考えたらねあ,のあれなんですよ、あのー、普段はねなんかだメ男なんですけどあの集中するとめちゃくちゃ集中するんですよ。うん、うん もうあの他人が話しているのももう耳に入らないぐらい集中します、えー、だからやっぱそういうのって重要なんですよ、うん、脇目も振らずにガッとこう集中して仕事ができる能力って、うん、ねはいだからまあ慣れていきましょうやで次にねあ「ロンキソナビエートねはいこれオレンジ」 で論基礎のビゲートたった3回しかないんだけどね、特実と意匠と商標の3科目だから3回しかないんだけどまあ、ちょっとあの、論基礎、ごめん、論基礎のねあの、ほら、標準装備のところスケジュール見るとこ、ちょっとなんかさ、入門とか短期書に比べて少ないと思わないええ、まあ、正直よ、正直ね、これじゃあちょっと浮かんないですよ。ね だあのこれで受かりますっていうよりいいでしょ俺正直だからう受かんないですよこれだけじゃうんだからやっぱりちょっと多めにね取っといておいていっていうのはその論基礎でもねちょっとわかるこのちょっと,、えー、とグレーのゾーンがあるでしょグレーのほら1回2回3回4回5回6回7回8回あるでしょグレーゾーンがグレーゾーンって何かっていうとテストの回数はで,で実際に皆さんがあの論文等をね書くんですよ 答案用紙にだって分からないでしょ、どうやって答案書くかね、うん、あの、司法試験と同じような答案用紙、裏表、A3 裏表で、A4 にすると4ページ、これにやっぱり答案を書いていくと、では、あのね、あそうだ、他のクラスは俺、よう分からんけど、あの俺のクラスに関しては、通学ですよ通、通信の人、ごめんなさいね、通信の人はあの、添削講師による採点になります、通学の人は全部私が採点します。 ええ、そういうところも通える人は通ってくださいね別にまたコロナの第7波とか来ればあのあの通信にすればいいだけの話だからだから通学で申し込むと通信的な利用も可能だからね通信の人は通信しかあのダメです通信で通学ということはできないんですよであと通信で私に質問はできません残念ながらね とというとそれ OK 用にしたらよもうあの北は北海道南は沖縄までね電話当番になっちゃいますよ私ね電話当番が仕事になっちゃいますからねの <laughs> あの,あのクレーム処理係の,テ,あのテレフォンセンターみたいな感じになっちゃいますからねだから通学の人には対応しますから私ねであと採点もしますだからちょっとね皆さんの,あのほら答案の癖をつかむ俺が採点しながら。 で個別具体的ににアドバイスるるようになるの、ね、この人にはこういう特徴があるからこういうアドバイスをせないかになったらやっぱりその最大公約数的なアドバイスもねするけどそれだけじゃやっぱり伸びないんでやっぱりその個別具体的に皆さんのね実力に合ったアドバイスが求められるそこは強みですよね全部採点します、ね、結構採点って大変なんだよ。ね皆さんね例えば便利士に受かってさ採点のアルバイトすると分かるわ。 宮口先生大変だったんだなっつってね <laughs>。で、ああ、もうミビズのハイツクバって同じ字で書かれるしよ、二重線でなんかこう修正するし、消しゴム使えないからね、ああ、なんかこう矢印でここに挿入するとか、もうとんでもないね、見栄えの悪い答案とか出てくるし <laughs>、まあそういうのもね、いいんですよ。俺があのアドバイスしていくから、どういうふうにしていけばそういうのが治るかっていううね数々のそういうね。 あのとんでも答案を書いてる人たちを受からせてきましたから、はい、短期祖ナビゲートも、ね、ほらオプション的にあ,のあるでしょ、ね、でこれもあの、はいえー、短期祖標準装備を見ると、ね、グレーゾーンがこう何回かに1回出てくるでしょ、でこれの,あの、はい、内訳は、ねえー、15問パー60分なんですよ、えー、1時間60分のテストなんですね。 実はあれよ、210分で60問だけどね、まあ、210分もやっちゃうとさ、俺が、俺がその出てくる幕がねえわ。だから60分の15です。ね、で、レベルも簡単です、えーあの。例えばどういう感じかというと、はい、満点の人っつったら、ちらほらと手が上がります。そういう程度。で、今度はね、短期素ナビゲートの方はというと、はい、20問パー60分。 ほらちょっとこうタイトな感じになってきますしかもレベルが高いねだから例えば同じように「はい満点の人」っていうでしょ手が上がりませんゼロです <laughs> はい19点の人ゼロです18点の人ゼロです17点の人ぐらいから上がり始めるかな <laughs>、うん、17か16ぐらいからこう上がり始めるんですよ で短期書の方はもう二十点あ、15点満点の下落ちたらね、ちらほらと結構手が上がる。だからやっぱレベルを変えてます、私。ええ、レベルアップの問題を出します。ね。っていうのはね、この短期書のところで満点取ってね、言い,い気になってると逆に落ちますよあの。なぜかというと、なんだ、便利試験の担当試験ってこの程度かと思われちゃうのも尺に触るんですよ、俺としては。そんな簡単な問題ばっかり出ないから。だからこういうオプションのね、 単基礎ナビゲートとかね、まあ、そういうのであのやっぱり応用力をつけてもらいたいなっちゅうのがありますわね。えー、はいそして一番下にね学習方法やスケジュールの,あのナビゲートゼミあ申し込み限定1 0人チューターがお助けしますというねええー。 ほらちょっとした疑問点、悩み点、悩みなどを宮口倉千ーターにご相談いただけます。安斎先生ね、あの後であの来るかもしれんけど、安斎先生あ、事前予約制ですと、ね、で実施日予約方法はあの受かあの申し込んだ人にはちゃんとお知らせしますから、ご心配なくと、まあ、そんな感じですわ、えーあのーまあ、オプションのご説明も申し上げました。はい、そんな感じですね はい。じゃあ皆さんね、何気に、なんかあれだね、もう1時間ぐらい経つんだね。うん。ちょっと待ってよ。なんか俺のレジュメで、えー、そうだな。あこれあれだね。俺のレジュメは担当試験がどんな試験かとか論文試験がどんな試験かがわかるね。ああ、口図試験も書いてるね。うん。じゃあね、よくありがちなことに対しては俺が答えとくわ。先生、予習復習いるんですかと。 うん、あのね予習は先取り予習をどんどん聞いてくださいあの去年の私のね去年から今年にかけてのこの授業を皆さんがあの申し込んだもう翌日当日か翌日から聞けるようになるから、ね、あのそれでまあ予習してね次回の例えばさ、えーまあ、次回は全体構造編の第2回なんだけどそれを事前に聞いてもいいわねという話。ね で、最悪ですよ。最悪。あこれから申し込みの人たちは、なかなかそう先取り予習の時間ももうないわけですよ。ね。だ最悪も、俺の授業がもうしょっぱなで、で、その後復習の際に、あの、頑張るでもいいです。ええ。だから、私はね、予習と復習両方やった方がいいとは、それはベスト、ベターでもありますよ。でも、時間がない人はね、復習だけでもいい。予習はいらん。復習。あの、俺の授業に出て、 えー、それがまあ初のねその分野における知識の習得の場になりますでその後復習で時間をかけて頑張るねあのどうせ2日後にあ生クラスで申し込んだ人はね通学クラスで申し込んだ人はねちゃんとあの2日後からこの欠席ウェブフォローっていうのは聞けるんで別に録音とか録画しなくてもちゃんとレックがこうやってくれてるんでほらあ通学でも通信的な利用ができるんですよええー、ねインターネットを通じてね 聞けますんで、うん、だからあの復習に力点を置いてほしいなっていてしなうのがあります、えー、どうせ予習してもねあの皆さんの場合ほら知識ゼロでしょ知識ゼロの状態でね予習すると分からんことだらけなんですよ。でねあとあの法律用語辞典とかあの買う必要がありますかっていう質問もあるんだけどそれはね何て言ったらいいんだろうそれもあればあった方がベターベースです。 でも無理して買う必要ないというか、あの、結局ね、今の段階で、その出てくる言葉、出てくる言葉が、こう、あの、わからないと。ね。そういうときに、あの、まあ、ウィキペディアとかでもいいんだけど、その法律用語事件とか調べるわね。そうすると、その調べた先にまたわからない言葉が出てくるんだよ。うん。堂々巡りんだよ。どこまで行ってもわからない言葉が出続けてくるの。だからわからないですよ、結局。 で俺には別にあのそういうあの辞典みたいな答え方はしないから辞書に載ってるような答え方はしないからもっとねかみ砕いてあのホワイトボードを使ってねあの書いてあげたりしながらね教えてあげるから、うん、もう聞いた方が早いわなそういうことですである程度知識がついてくるとねあの皆さんがあの自分で考える習慣これをつけた方がいいあのね正直言って あの、知識がゼロのときはもうどんどん聞いたほうが早いんですよ。でも、あの、反比例のグラフのようにね、その知識がついてくれば来るほど、俺に聞く、まあ俺っうか、その、あの、自分で考える習慣ね、これをつけてほしいというのは、なんかね、まああの、別に権利だから俺は怒りもしないし、何も言わないけど、なんかね、あの、質問しまくる人がいるんですよ。<laughs> で,であのそれは権利なお金払ってるからまあどう,どうぞとでどうぞなんだけど弁理士としての資質を考えた場合に好ましくないです我々の弁理士の仕事って分かりますかね実際やってみると分かるけど発明とかね意証とか商標でしょで依頼が来たら自分で何とかせない関わけですよそうでしょうんうん頼られてる側ですよだからもう自分で調べたりせないかんのよ 分からないことも自分なりに考えたい特許庁に自ら聞いたりとかねああだからねあのー、やっぱり主体性を持って勉強してほしいというのがある何でもかんでも100%聞く勉強だとそもそも仮にですよ受かったとしても弁護士もそうかもしれんけどねそう自分で切り開いていく仕事やからああ発明なんかもさ もう世の中でない新奇性のある発明が依頼が来るわけだからね、そりゃ今までにないやつが来るんだから自分でやっぱり理解する努力をしないといけないしね、はい、そんなところあるね。うんはいまあ、16時になりましたね、ちょっとせっかく皆さんね、ねウ,ウェブの人もいるけど、おウェブの人よ、あのズームで,後であのでメールなり電話なりしてくれよ、分からんことあったら聞,あの聞いてくれ。 それで前を払拭してあ申し込んでくれよ。ね、できるだけ早,く早い決断力をほら俺がこの、ね、宮口クラスの驚異的な合格についての考察の一番後ろに、ね、あの一番何が大事ですかという一言で言うならばこれなんだよ。うん、これがある人はもう本当に受かりますえ受かるどころか人生において成功します。え逆にこれがない人 何やってもダメだと思いますね大体物事ってねああだこうだ考えてるうちにねあの良くないい方向に大体向にかいますよ、うん、例えばねこの入門口座にしてもしかりですよねあ申し込むか申し込まないかさどん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 迷ってるとするよねそしたら割引の,あの期間も過ぎてしまってさなんかあんまりこうメリットのない金額で申し込まないといけないとかな,なるよねほらそういうもんだよ早い方がいいんだよ何事もね じゃあ先生、即決して失敗したらどうなんですかと決断力のある人は、ね、失敗した判断をしてもまた、ね、リカバーできる力を持っているんですわ、うん、次から次に決断を下していきますからそうでしょ、うん、だからやっぱりね我々だけなくて今ねちょっと国レベルの国の最高責任者も、ね、そういう決断力はれね必要ですよ、まあ、ちょっとその決断力が悪い方向に用いられている場面も今見受けられるけどね。はい まあそんなんです、ね、さあ、今日うせっかく来てるんだからいいよ、質問してくれ、どうぞ、はい、女性の方、女性代表、いいよ、おお、仕事をしながらね、やることになると、多いです、皆さん、どのように、ね、ね、ああ、時間の捻出の仕方ね、仕事をやってる人の、あこれね、すごく大事なことなんですよ。っていうのはね、よくあの、 な何かができないことの言い訳として時間がないとか忙しいからどうのこうのって言いますよねみんなそうなんですよねそれであの結局あの私もそうですけどあの今今この瞬間にこなさないといけない仕事っていうのが一つや二つやないんですよ10とか20の体なんですね10とか20こなさないといけない仕事があるんですよで だから結局、受験勉強にしてもあのそうで受験勉強だけやってればいいじゃなくてやっぱりその会社でやるべきことがありますわね。で、それもそれなりにこなした上で受験勉強ましてはお給料をもらってる立場だからいい加減な態度など望むことはできないよねそうだからやっぱり工夫が必要なんですよじゃあどういう工夫かというと例えば参考までに私が言いますとね私は昔あの、なりますっていうところに住んでたんですけど受験者英断なりますっていうところにね で有楽町線に売られて、まああのね、都心の方に向かうわけですけどもう、あれですよとてもやとてもあの乗車率190%ぐらいの感じですよねあもうこう揺られてもう生き地獄みたいな感じでしたけどでそれでだいたい45分とか1時間ぐらいかかるわけですよでそれでこれは無駄やなと思ったんですよね。 この45分から1時間の無駄な時間を何とかできないかと思ってひらめいたことあるんですよ逆走するんです、ね、だからなりますから和光市の方に向かうんですよ和光市ターミナル駅ですねだからそこから始発が出てるんですよ座れるんですよ丸ごと座って1時間勉強できるようになりました丸々これだけでもすごいよねであとね勉強できるあの自分にとって一番集中できる場所を見つけてください それが家だったら家にいる時間を増やしてください。今、テレワークだから家にいる時間もあるかもしれないね。うん、あの会社の方が集中するんだったらそれはそれでいい。ねうん、何が言いたいかというと、自分にとって一番そのやっぱりその集中するところでに身を置いて勉強できる時間を確保するということです。そしたら意外と仕事できるよ。やっぱね、俺ってね、やっぱりあの今テレワークだけど、家で仕事できない人間なんですよ。うん 家にいるとね YouTube 見たりとかね格闘技見たりとかね龍ごとくを見たりとかね <laughs> でカラフィナを聞いたりとかね全然集中しないんですよね、うん、であの,あのやっぱねレックにいたりあの上の事務所とか行くとめちゃくちゃ集中するんですよ他の人はなんか声かけてもあの聞,聞かないあのなんか先生無視したでしょうと言われるんですけどそれ集中してるんですよそのぐらい集中してやってますねだ集中する場を見つけてください ね、あとあの通勤時間で工夫できる場合がありますそういうふうにしてちょっと見つけてくださいよはいこちらの人どうですか何か質問があればええどうぞ70歳のああ合格者っ人ねいたよあ,あ定年だよね。六十五ぐらいで。ででああ歳あああああああのあああ超えてもああ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 あ なな、ええ、ないないない,天然ないあの、ね、例えばさ、俺あの、ほら、弁理士の研修とかあるんだけど、時々、その研修ね、ね、集合場所行った時にあの、いろんな弁理士が来とるわけですよ。ね、知り合いもおるし、全然知らない人もおるんだけど、それでこう、こうつ、うついてですね、紋付き袴着てね、これは推定もう100歳いってるんじゃねえかっていうような、弁理士も研修受けてるよ。<laughs> うん、<で>そうそうそう。そうあの なんんかやっぱ偉いんでしょうねお付きの人とかいますからねお付きの人がこうついてすげえなこの弁理士すげえんか由緒ある事務所の所長クラスなんだろうなみたいなねそういうのいますよ、えー、だからもう8090やっとりしますね、うんまあ、俺の身近な弁理士も83ぐらいの弁理士でやっぱり明細書バリバリ書いてる人いますよ、えー、いますねただあの東京との生活が嫌だからということでなんか田舎に引っ越しましたよね ああ肌の中へあ辺りに引っ越して、まあ、今ほらテレワークとかで特許庁にねビュンって出願できるからいいんじゃないですかそういうのもありで、ね、あ,あ,あとあの何ですかねあの沖縄に移住したやつもおるしねああ悠々自適にやってますよそう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 ねそれあの特にこの便利士という資格はむ,むしろ向いてますねそういうのに特許庁とオンラインでつながってればいいんだからねそうでしょ はい、まあそんな感じで皆さんね、あの、ズームの人もよ、あもう一つなんかあるっていう。ええ。ああ,あ,あ、はいはい。どうやってね、なるほどね、いい質問だね。今の人はどういう質問かというと、 あのやっぱほら、発明って新規性、新法性が求められると、そうすると、その依頼が来たね、発明なり何な,なりが、そのまあ、理解に苦しむところもあるけど、まあ、どうやってその、ね、仕事を進められておる,おるんですかという話はね、あ,あそれ、いい質問ですね、で俺ってもともとね、化け系なんですけど、あの勤めていた会社がね、鍵の会社なんですよ、家,家の鍵、ええ。だからあの、鍵の専門なんですけど、今ね、セキュリティ機能。 それでも、ね、なんかあのよくわからないのが来ますね IT 系のやつとかあんまりその辺俺詳しくないんだよソフトウェアとかねっ、まあ、その時にどうするかって話でしょそれはね現場に行く私はこれをモットーにしますもちろん今ねちょっとコロナのご時世だからズケズケとその、ね、会社にこう行くのもねはばかられるんだけどそれを許してくれるんだったら、まあ、今ちょうど会場もねされてるしあの ね、あの特に緊急事態宣言の出ている都道府県もないし、まあ、やっぱり私は、ね、現場に行く、これを大事にしてます。だってメールのやり取り、書面のやり取りじゃ、ね、分からない技術っていっぱいあるんですよ。ところが現場に行くと現物があるでしょ、発明者、専門家おるわね、もう当社いるわね、いろいろ教えてくれるわ、そうやってあのもう現場に急遽せよ、事件は現場に起きている、ね、青島刑事、ねえー、俺は基本的には枠刑事の方が好きですけどね。はい そんな感じですよ。ということで早い1時間が過ぎてしまいましたんで、ね、あのでそろそろ私のお話終わるんだけどあの先生、もうちょっと勉強の話勉強方法の話聞きたかったなという人はぜ、ね、ひこれ見てください、ねあの。弁理士試験究極の攻略法働きながら一発合格お値段が1800円でございますね1800円以上の価値ありますから、ねはいまあ、そんな感じですわ。 ね、あの中卒受かった人の合格体験記なんかも、ね、あの載ってますんでね、はいまあ、そんな感じですわ、もう早いことを始めましょう、ね、もうやっぱり、あのーえー、先んずればあ試験を制します、はい、じゃあ、皆さんね、えー、伝統の3回転学習が握る短期合格の鍵で、えー、レクセン2講師、宮口をお送りいたしました。